トニー・グウィン、アンソニー・キース・グウィン、アンソニー・キースト・ニクイン、1960年5月9日から2014年6月16日は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、外野手。ミスター・バテレン、ミスター・パドル、キャプテンビデオ、キャプテンビデオと呼ばれた。弟のも元メジャーリーガーで1996年には、サンディエゴパドレスで一緒にプレーした。息子のトニー・グウィン・ジュニアもメジャーリーガーとなった。カリフォルニア州ロサンゼルスにて生まれ育ち、サンディエゴ州立大学時代には野球よりもバスケットボールでスター選手としても名を馳せた。1981年の NBA ドラフトで NBA のロサンゼルスクリッパーズから10巡目指名を受けたが、同日に行われた1981年の MLB ドラフト3巡目、全体58位で指名された MLB のサンディエゴパドレス契約し、野球の道を選ぶ。にメジャー昇格を果たし、54試合に出場して打率289を記録する、打率3割を切ったのはキャリアを通じてこの年だけである。には、オールスター初出場を果たし、打率351で初の首位打者のタイトルを獲得。213安打を放ち、球団史上初の200本安打も達成した。ハイアベレージとスピードを持った1番打者として鳴らした。2はリーグ1位の打率370、リーグ2位の56盗塁という成績を残した。以降は中軸を務めることが増えた。2、テッド・ウィリアムズに指摘され、長打重視も視野に入れた打撃改造を行う。同年は4割打者にあと一歩まで近づくが、8月に選手会による232日間に及ぶ長期ストライキに突入したためシーズンは打ち切られ、打率は394で終わることとなった。2は打率353をマークしたが、規定打席には4打席足りなかった。しかし、残り4打席を凡打と計算しても打率349となり、エリスバークス、ロッキーズの打率344を上回ったため、メジャー史上初の規定打席不足での首位打者となった。は打率372で4年連続で首位打者となった。これはナリーグ史上、ロジャース・ホーンスビーの6年連続に次ぐものとなった。また、自己最高の17本塁打。117打点、球団新記録となる220安打、49に塁打を記録。グウィンは、私は今、打者として全盛期にあると豪語し、40歳になるまで、あと3年は現役を続けると宣言した。8月6日に、史上22人目となる3000本安打を達成。2284試合目での達成は、タイ・カップ、ナップラ・ジョイに次ぐ。スピード記録であった。のシーズンを最後に、通算打率338、通算3141安打の記録を残して、現役引退。1983年から引退する2001年まで、レギュラーシーズンの打率が3割を切ることは一度もなかった。オールスター出場15回、首位打者8回などの記録も残した。2、グウィンの背番号。19がサンディエゴパドレスで永久欠番となる。2、野球殿堂入りの資格を得て532票、97.6%、物高得票を集め、1年目での殿堂入りを果たした。アメリカ合衆国のスポーツ専門テレビ局 ESPN の解説者を務める傍ら、母校のサンディエゴ州立大学野球部の監督を兼任し、後進の指導に当たっていた。また、同州立大学の野球場は、グウィンの功績を称え、名を冠した、トニー・グウィン・スタジアムと名付けれている。2010年10月9日、大気腺がんに罹患していることを告白した。グウィンは、長年愛用していた、紙タバコが影響しているかもしれないと語っている。2014年6月16日、大気腺がんのため死去。54歳没。甘いボールを逃さない、高級必ず打の打者。悪球でもゾーンによっては打ちに行き、安打にする技術を持っていたが、基本的には悪球には手を出さなかった。甘い球を見逃すことが少なく、早いカウントで打ちに行くことが多々あったため、四球は少ない。また、引退するまで、毎年高打率をマークするとともに、ほとんど三振を喫しなかった選手としても知られる。打数、三振比率は、メジャー1位を8度、ナ・リーグ1位を10度記録し、通算の打数、三振比率 21.4 という数字は、バッティングスタイルを比較されるイチロー。約10と比べても倍以上高い。打者に不利な球場であるクアルコムスタジアムを本拠地とし、好成績を残し続けた。8度の首位打者、1984年、1987年、1988年、1989年、1994年、1995年、1996年、1997年を獲得しており、メジャーリーグ史上歴代2位の記録、1位はタイカップによる12回である。本塁打が少ない打者だったにもかかわらず、現役時代は相手投手から同時期に活躍していたケン・グリフィー・ジュニアやバリー・ボンズと同列に語られることが多かった。クレッグ・マダックスはボンズと同列でグウィンの名前を挙げ、真のバッターだ。彼から三振を取るのは難しかったと述べている。三遊間をゴロで抜くことを 5.5 の穴、三塁の守備番号である5と遊撃の守備番号である6の間と呼んで、好むなど、広角に打つことを得意とした。グウィンは自身の望む理想の打球について、左中間へ飛んだ打球に、かすかなフェードがかかり、センターが追いかけてもボールに追いつけない。そういう打球が好きですと語っている。また、基本を大事にする選手で、球界でも指折りの研究熱心さで知られ、自宅のビデオコレクションの多さから、キャプテンビデオという愛称で呼ばれた。理論派であり、ビデオルームを作ることなどに大金を費やした。ビデオルームには、約700人の投手の映像が揃っており、自分のスイングの確認や、捕手や審判がどこに立っているのかもチェックしていたという。現役時代は好打者であるウェイド・ボックスと比較されることが多く、当人たちも互いに実力を認めていた。グウィンとボックスの両者は1日違いで通算3000本安打を達成している。キャリア前半は俊足、強肩、攻守のリードオフマンとして鳴らした。1986年から1991年の6年間では5回のゴールドグラブ賞を獲得。主にライトを守り、1989年にはセンターも務めた。しかし、キャリアを通して足や手首の故障に悩まされることも多かった。キャリア後半の1993年以降は中軸を任されるようになり、打撃においては本塁打や長打が増えていった反面、怪我の影響などから年とともに太っていき、守備、走塁面は著しく衰えていった。特に1998年以降は、キャリア前半の面影は、完全になくなっていたが、好打が最後まで衰えなかった。現役時代の20年間を一貫してパドレスで過ごした。現在の MLB では数少ないフランチャイズプレイヤー、生え抜き選手の一人であり、特に地元では絶大な人気を誇った。パドレスは資金力がなく、90年代後半は若手育成を中心としたチーム作りになったが、野球殿堂入りが確実だったグウィンは別格だったと言われている。基本的に契約更改では残留方針だったグウィンが3000本安打を達成した1999年オフの契約更改ではそれなりの条件でなければ最後はアリーグで DH をやってもいいと発言。球団は粘りの交渉の末、翌2000年のスプリングキャンプ中に無事2年の契約延長でグウィンの引き止めに成功したという。現役時代から人格者として知られ、ファンサービスを非常に大事にしていた。社会奉仕にも熱心で、1994年にはトニー&アリシア・グウィン基金を設立し、以降も様々な慈善活動に取り組んでいた。その活動の中でもメイン活動として、チャリティセレブレティゴルフ大会を開催している。1999年には、社会やファンへの貢献が評価され、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。2003年4月に野手の 50% は使用している。いずれ大きな問題となるだろうと、興奮剤アンフェタミンの危険性を主張した。これに対して、当時アトランタブレーブスに所属していたトム・ラビンは、無神経だ。それほど深刻なら、なぜ現役時代に黙っていた？と非難している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。